これから膝の痛みについてご説明いたします。膝は腰痛や肩こり、その次に多い状態といえます。高齢化社会になり、皆さんだいぶ、重力に対して負担がかかることによって膝を痛める方が非常に多くなっています。これは膝の模型になります。一番多いのはこういった周りの靭帯の痛みであったりとか、あとはここにもありますけれども、膝の軟骨の部分の負担、あとは膝のこの部分ですね、お皿を痛くなる、そういった方というのが非常に多いです。ただ膝の痛み自体が出ていても、本当に膝が痛いのか、腰を痛めることで膝が痛くなる場合もあります。また足首を痛めることで膝が痛くなる場合もあります。体というのは全身でつながっておりますので、痛いところだけ見ていても治すことができません。当センターではそういった痛い箇所だけじゃなくて、全体を治療することで症状の改善に努めています。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったら、お気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。